チューニングの安定だったりとか、あとピッチの良さだったりとか、長持ちするとかいろいろあるんですけども、一番はですね、プレーン弦の音色がすごく気に入っていて、とにかく艶やかな音で、こう、まあソロギタリストなのでメロディーを弾きながら伴奏も同時に弾かなきゃいけないので、ダダリオさんの弦に関しては本当にこうギターが細い弦であってもすごくなってくれるっていうところが気に入ってますね。自分の出したい音をそのまま出せるっていうのがすごく気に入ってるポイントです。あ、そうですね、XS と XT に関しては結構自分の中でしっかりと分かれていて、アコギってこのフィンガーノイズが結構味になったりする時もあったりして、まあ、特にソロギターだったり小さいアンサンブルだったら、そうなんですけれども、逆にバンドだとそういうのが耳障りになったりするので、キュッて音が、出にくいようなシチュエーションで録音するときは、XS 弦を選んで、なのでまあロングライフでいて、それでいてこうナチュラルな音も出せるっていうのがいいかなと思ってます。でソロギターとかちょっとそういう味が欲しいなっていうときは、まあ、コーティングしてるんですけど、そういうちゃんとフィンガーノイズの生っぽい感じも、出てくれる XT を選んでるという感じですね。ですね、弦によって変わるんですけれども、XS 弦だと1ヶ月2ヶ月張り替えないこともザラにあってですね、そのままライブとかやっちゃうこともあったりします。で、レコーディングではよくニッケルブロンズ弦を使ってるんですけれども、それはだいたいレコーディングの3日前ぐらいに張り替えて、使ってる感じですね。まあ、左手のこのスムーズさってあんまりその違いがないんですけれども、フィンガーピッキングなので右手の触り心地がやっぱすごく気になるので、このダダリオのフラットワウンドは右手のこのタッチした時の滑らかさが抜群に良くてですね、もう全く引っかかりがないので、こう甘いトーンを出せるっていうのが、気に入っているポイントです。引っかかりますね。フラットで巻いてる弦のこの巻いてる溝にちょっと引っかかったりとか、特に3弦がそうなんですけれども、ただこの弦に関してはすごくこうなんていうかツルツルを保ってくれてるので、爪に引っかかったりとかっていうのは全然ないですね。そうですね、このニッケルブロンズレコーディングでよく使ってるんですけれども、特にまあヴィンテージギターとか、そういうのに貼るとものすごくそのギターのいいところを出してくれる弦かなと思っていて、まあ、見た目はねこう銀色でアコギっぽくないんですけれども、見た目に反してもう僕の中では一番そのアコースティック感が出る弦かなと思ってます。